こんにちは。学習塾1945です。今日もやっていきます。必要に応じてこちらのガイナンスも一時停止をして読んでおいてください。よろしくお願いします。ってなわけで今回の問題はこちら。まずは一時停止をして解いてみてください。では解説に行きますね。まずは A からです。まあ、A は要するに不文憲法の国を選ぶ問題ですね。まとまった形の憲法がない国としてイギリスが有名ですので A はイギリスを選んでください。 例えば日本だったら日本国憲法という一つのまとまった憲法があるじゃないですか。ですがイギリスの場合は憲法と呼ばれるものがいろいろとあってその範囲も明確ではありません。まあ、とにかく不分憲法といったらイギリスということを押さえておきましょう。で次、今度は B なんですが B を選ぶポイントは1776年ってとこです。ワイマール憲法は1919 19年ですのでこれは選ばないでください。 ワイマール憲法は社会権を世界で初めて規定したドイツの憲法です。社会権っていうのは簡単に言うと人としてまともに生きさせろって権利のことですね。当時のドイツは第一次世界大戦に負けてボロボロでした。だから戦争に負けて反省したんでしょうか当時では画期的だったワイマール憲法が制定されるわけです。で、そう考えると残ったバージニア権利焦点が正しくなりますので正解は1ですね。 バージニア権利商店はアメリカの話でアメリカ独立戦争の時のものです。この後アメリカはイギリスから独立を果たしました。そしてアメリカでは独立を果たしたぞってことでフランスではフランス革命が起こります。 ということで今回は以上です。今後も公認の過去問解説をアップしますのでそれを見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。あとコメント欄に今回押さえた用語だけでも書いてくれればそれだけでもあなたの勉強になりますのでぜひやってみましょう。